1番の松本光雄、昨日はこの形からまくりで仕留めましたが、今日もまくりか、あるいはかましてくるか。ジャンの4コーナーから直線で、今日は緩んでいるところを一気にかましていきそうだ。1番の松本光雄、最終周回ホームでかまし切りました。1番の松本、マークは7番の北田昌司がついて、3番手には5番の吉田実、そっくりとラインの3者が引き切りました。2番の伊藤明、4番手から巻き返しが効くかどうか。バックから3コーナーカーブへと向かっていきます。前の3者は西日本勢。1番の松本のかまし、マーク7番の北田昌司、3番手には5番の吉田実、ライン3者の勝負か。4コーナーから直線です。先頭粘る1番の松本道夫、1番の松本がどうやら押し切りました。ラインの3人。横取りやな。見事人気に応えました。いや、良かったです。オズはかなり一番人気。そうですね、はい、結構オズ見て、はい、ちょっと頑張りました。ほら、またあれですね、ラインに引き継ぎれて。あ、そうですね、今日は、はい、ワンツー見てたんで、はい、よかったです。昨日今日と走って、どちらが感触使いました？あんまそんなに変わらないですけど、はい、ああ今日毎週行けたんで、よかったです。まあ、ちょっとね、メンバーも出たんですけど、まあ、明日も。そうです、明日、たぶん、ひらさんと二人でやると思います。まあ、今日のような、ね、レースをお客さんも期待していると思います。明日も、はい、頑張ります。最後の一枠を。はい、ギリギリ引っかかってよかった。走る前からちょっと分かっとったけど、はい、あんまり意識すると4着5着するけど、よかったです。結果を待ってたね、戦車、残念そうでしたけど。大分の松田と溢れた県2日目が今日、はい、まあ、いいとこをつけてくれて、番組も恵まれてよかった。明日はどう戦うでしょうか？明日はちょっとまた決めて、ゆっくり決めて、ちょっと一応決めたいと思うので、明日もお願いします。